寒河江市の本山慈恩寺では、平安時代の貴重な仏像が公開されています。特別展では、国指定重要文化財19体を含む33体が展示されています。こちらが今回特別に公開されている仏像です。この中央の仏像、髪の毛の部分の細かさや身にまとう衣の柔らかさなどが表現されていて、とても素晴らしいです。これが900年も前に作られたものなんて、当時の人の技術はすごいですね。木造釈迦如来坐像を含む釈迦三尊像は、温度や光で傷むことを防ぐ観点から、普段は拝観することができない貴重な秘仏です。平安時代末期に釈迦堂が建立された際、鳥羽天皇から贈られたとされています。他にも普段は薬師堂にある鎌倉時代の宇神肖像なども本堂で同時に公開され、訪れる人の目を楽しませています。特別に会長なんかされてるってことで、はい、来ました。鎌倉時代、平安時代にすごい技術だなと思って、一箇所にこれだけ集まってすごいものも体験できる場所だなっていうのを感動しました。この特別展は来月29日まで開かれています。